はいどうもこんにちは、ピアスです。今回最強初期キャラクター、ドロボの使い方解説やっていこうと思います。最近ね、めっちゃ評価が上がってきたこのキャラクターの強いね、使い方を初心者でも分かりやすく話していこうと思います。で、めっちゃね、評価上がってるからね、ついに大会で、ピックされましたね。ピックもされたし、最優先で、バーンされるといったね、両方を経験してくれの今、立ち位置にドロボは、ついにやってきてしまいました。で、結構第5あるあるなのが、その昔評価が微妙だったキャラクターに対して、結構ね、その昔の固定概念にとらわれて毛嫌いしてる人も多いんですけど、まあそういった人にこそ今回ね、見てもし泥棒のね、魅力を話していこうと思います。で、まず、初心者の方にはね、おすすめっていうのがもうこのキャラクターの魅力の一つではあります。で、このキャラクターを使っていく上で必要なスキルっていうのが、まず、後ろを向きながら、歩くこと、まあそれが、できれば、比較的強く使っていける。で、あとは、結構ねライトを当てるだけっていうシンプルな、スキルしてるんで、まあその後ろを向きながらそのマップの構造を覚えていれば、比較的ね、ライトを当て続けながら走っていくことができます。もうこのぐらいかな。この2つできれば誰でも使えますっていうのが、まずおすすめポイントその1で、あとここからはね、基本的なその泥棒の立ち回りについて、役割について話していくんだけど、まずは、解読だね。やっぱ 100% 解読なんで、基本的には解読1台以上は上げましょう。で、マップとかその、なんだろう、味方のチェイス時間によって、まあ、2台目回す、もしくは、チェイス補助してあげるっていうのが役割になってきます。で、まあ、このキャラクターは、基本的にね、炭鉱とかコットみたいな感じで 100% の粘着もできるキャラクターにはなってますね。で、ただ唯一できないのが、ダウン粘着だね。本当に、まあ、めっちゃダウン位置とか、その椅子の配置が良かったら、まあ、できるにはできるんだけど、もうほぼほぼね、できないことが多いんで、ダウンしちゃったら、即、撤収して次の救助に備える、もしくは、解読に戻りましょう。大体ね、そこをうろちょろしちゃうと時間の無駄になっちゃうんで。はい。まあ、このぐらいのダウンだったら、多分あそこ工場は引きすぎだと思うし、味方と一緒に、チェイス補助してあげるわ。うん。で、泥棒の最強タイムっていうのは、ここだね、味方の救助に対して後ろからライトを当てることによって、ハンターのスキルを封印することができます。この下の白いゲージ。はい、これ今、ハンタースキル使えません。これを、もうこれだけ。まあ、泥棒といえば、ライトね、スタン取るの強いんだけど、今は本当にこのスキル封印が強い。あ、オッケーオッケー。今スキル封印してたから、鬼没があったとしても使えない。あ、やばい、ボタン押せんかった。あ、ばばば、最悪今、ボタン押せつつは今の板割り最中に確定で、一回スタンが入ります。で、ここで設置して、これ設置型ライトも、基本的にこのスキル封印が確かない、普通のライトと同じような感じの性能してます。で、持続時間は40秒と。で、泥棒のね、何が強いってね、メタキャラが本当に少ない。苦手キャラの少なさ。はい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 。まあこのね、対戦して今、浪人魚、これ、スタンキャラクターに対してのね、めちゃめちゃ強いキャラクターなんだけど、そんなね、スタンに強い浪人魚に対して、もうめっちゃ貴重な、無傷状態で、その安全な距離感から、スタンを取り続けることができるキャラクターなのが、マジでいい。さあ、こっち側から来る。あ、なんか、あ、ワブ、あ、ワブ使った。あ、オッケー、でもスキル封印はしてるから、ロー封印は大丈夫。これ、あ、こっち？あ、俺ではない、俺ではない、オッケーオッケーオッケー、いいよ。さあ、これ、泥棒最強タイム入ってます、これ。まあ、基本的にグルチェを味方にしてもらって、で、その道中を、スキル封印しまくって、隙あらば、スタン狙っていく感じかな。スタンは狙えたら狙うぐらい。オッケーオッケー、いいね、いいね。味方も来てくれてる。で、ここでね、確定で、はい、スキル封印をやっていくと。で、こっち側。うわ、引っかかった。あ、最悪。一発引っかかっちゃった。しかも、やばい、なんか、今日ボタン押せんって、俺。あ、これ、タケチェンです。あ、これね、ダメです、これ。自分がチェイス入ったら、まあ、基本的には何もないとこで、開きでずっと当て続けるのいいんだけど、浪人形も死にます、これ。浪人形とかは、壁が高いオブジェクトでグルチしまくって、スキル封印をずっと当てていって、何もスキルが使えない状態のハンターを作り続けて、まあ、板先倒しとか決めていくのが強いんですけど、まあ、こういうとこでやっちゃったら、まあ、しゃあない。まあ、でもね、こんだけ、最初のチェイス伸ばした上でのこのタケチェンだから、もう十分泥棒の役割を果たしたかなと思います。ここからポストマンが新規。まあ、ポストマン救助になるか。まあ、最初は多分ロング繋いで新規回して、で、ここの工場回すだけだから、もう全然4通します、これで。強いっしょ、これ。うん。まあ、なので、チェイスに関して振り返っていくと、まあ、基本的には、まあ、スキル封印を一生やって、何にも使わせないで、好きならば、スタンス決めるっていう感じですね。で、まあ、強そうなその狭い細道に、ライト設置してね、上げましょうっていう感じかな。さあ、これ、まあ、普通に救助行けば、ポストマン上がるかな。はいはいはい。で、人格に関しては、プラホ一択ですね。もう本当にプラホが強い。まあ、ライト使ってて、結構よくあるのが、ライトが、あ、オッケー、スキル封印してるから、回路を阻止した。でかいね、これ。プラホなんでいいかって言ったら、その、ライトがギリギリ、スタンしないよっていう距離感で、そのライトをキャンセルして、フラホ使って、もう一回距離を取り直して、そこからね、スタンギリギリ入れるってことが結構できるんで、まあ本当に泥棒に関してはやっぱね、距離取ってもあんまり、まあ意味あるけど意味ない、よりにはなってしまうんで、やっぱね、フラホ一択かなと思います。これ、立て直ししたいな、さすがに。右あったらきつい。さあ、立て直してくれ。ワープ消した。どうぞ。あははは、ワープ消したから、そんな来ました。まあ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 、俺ら、1ついてたもんね。まあこうなったら、まあ俺ついでも最初に、まあ、俺ついの方がいいかな。うん。はい、こうやってスタンを入れて、あお惜しい、入らなかった。やばい。で、まあ、さらに泥棒の強い点で、このライト、
まあこんだけやってったら泥棒の強み出てると思うんだけど、これいたあの箱フェイント、あーやばい、こっち来た、死ぬ、これこれ死です、あーやばい、暗号記憶死んだら、これ最悪、これやっちゃダメ、暗号記憶死はこのサバイバー関係なくダメです、普通にダメです。で、まあ、このライトの強み、やばくないですか、これ持続時間なんと普通のライトが40秒なんですよね。で、曲芸師の赤玉って確かスキル封印、今弱体返って7秒か7秒しかスキル封印できないんだけど、40秒赤玉使い続けられる曲芸って考えたらやばくない、言ってることガチでやばいからね。で、苦手キャラクターの話さっき若干したんですけど、ガラテア、アンデッドぐらい、他キャラクター全員泥棒きついっす、うん、まあ魔女もきつい、魔女もきついな。で、まあ、そのぐらいで、まあ、知能上に対しても鏡、使った瞬間に寄っていって鏡消せるんで、強いし、ガラティア、まあ、ガラティアはちょっときつくて、ボンボも爆弾連鎖するタイミングでね、スキル封印すれば連鎖爆弾を全て阻止することもできるし、チェイスも強いっていう感じなんで、マジで誰でも強い。で、しかもこっから、ちょっと箱あさりの強さ出していくか。やっぱり最近のハンターってやっぱキーガンだったりとかその忍者とかね、そういう系のキャラクターに対してやっぱ解読というかその結構守られたりして、試合時間が長引くこと多いんですけど、そのね長引いた状態強いのがこれ、この箱あさりスピードアップもマジ地味に強いんだよな。で、さっき俺が地味にやっていたのは結構箱開けのテクニックとして自分が移動スティックを押しながらその箱ボタンをワンタップすることによって箱の開ける音だけをねハンターに聞かせることができるんで、そのハンターってさ箱の開ける音聞いたら絶対そっちの人追いたくなっちゃうんだよね。その、気の紛らわせ方、それも地味に強いです。だから結構泥棒って箱開ける機会がまあ試合あったとしたらそういったのも、やっていくとね小賢しい泥棒使いになっていけると思います。さあ行くか。でもライト当てるコツに関してはちょっと後で話していこうかな。もう僕ライト持ってないんで、あ、いいね、これ通電させたいな。そのままもう多分ね、この人脳はないんじゃないかな。上振ってるっぽいし、多分左右上のような気がする。あー待って、それ板倒したい。はい、板倒せ。あ、倒せ、あ、倒せ、ごめんあ、ごめん、ほんとごめん、お、ごめん。マジで今日はボタンを押せない病気、寝起きすぎるからかもしれません。今現在朝早朝です。さあこれ死ぬな。あとフラホ一発で俺がどう耐えれるか。で、こうやってライト無理だってなったら、まあ、フラフを押し直してみたいな感じが強いですけど、まあ単純ライトがないんですけどね。あー、これ C です。さよならみんな。まだ、あ、向こう 70% 空いてるから大丈夫でしょ。 OK、 はい、といった感じが、まあ、泥棒の使い方でした。これローに対してさ、この貢献度エグくない。マジで強いからな。で、あと、まあ、普通にどのマップでも強いっていうのがいいですね。おもちゃ職人みたいな感じでマップ選ぶ感じでもないんで、まあ、比較的どのマップでも立ち回っていきます。さあ来てしまいました、最強マップ。そして最強スポン引いた、これやば。まあこれに関してはまあ有名だから知ってるでしょ。泥棒といえばこのメリーゴーランドチェイス、これがねまあ最強なんですわ。もう本当にね、あ、泥棒を後ろ向きながらでそのオブジェクトに引っかかっちゃって、あの距離が縮まってね、ワンダメージっていうのが怖いんですけど、もうメリーゴーランド一生回ることによってハンター一生追いつけませんよこれ。さあこれあれか、グレイスか、1階のテントスタートで終点まで、まあでも心理学者追いはね、もうグレイス目線も分け確定みたいな感じになってる、ね、分け以上取るのはなかなか難しいんで、まあまあ、どっかしらで俺が補助してあげれれば、まあまあまあ大丈夫でしょう。で、まあライト当てるコツに関して言うんだったら、まあ特に一番意識しなきゃいけないポイントは、自分の後ろに障害物があって、それで引っかかってしまって、ハンターの距離感がね、縮まってしまう。それだけ意識して、まあずっとね、距離感を、なんだ、縮ませないように、後ろに、ね、障害物がないように走っていくことと、で、まあエイムに関して言うんだったら、あんま動かしない。ハンターの少し前、顔面ちょい左か右くらい、顔面よりちょいとなんかその手前、ハンターが歩いていくであろうぐらいを、意識してね、ライトで当てていって、で、あんまりエイムをブンブン左右動かすよりは、その自分の体をスティックで動かしていって、エイムを合わせる、体で、ね、エイムを合わせるのが、強いですね。で、ハンターが体ブンブンしたら、そのブンブンに対して、指でエイムしていく感じにはなってきます。さあ、向こうが来てる。いや、あれ、あそこ最強の、あー、やばい、硬直消しやばい、硬直消しはまずいです。これ、鬼没使われる前に、まあ、ここで、OK、OK、鬼没使いませんよ。はい、はい、はい、これね。泥棒ついつい近づいちゃうんだけどは、この、なんだろう、射程に入らない距離感でね、ライト当てれることができるんで、あ、いや、これ最強入った。これ、グリースってさ、移動スピード速いから、泥棒に対して強そうじゃん。グレイスマジで泥棒追いないっす。で、これされたら、これね、盛り返しできないんですよ、この最中。スキル封印中。はいはい、で、スナーも入っていくと。最強か、これ。はい、これ今スキル封印してるから、盛り返しできませんよ。ただ、ちょっと遠いな。ちょっと遠いね、これね。さあ、鬼没使うか。鬼没使わない。オッケーオッケー、スキル封印。はい、これ最強。で、なんならね、盛り投げる前にスキル封印して、はい、これで、オッケー、これで森投げられないけど、あ、壊すか、オッケーオッケー、ハンターのこのライトも壊せるんで、まあ壊すのが賢いかなと思います。で、壊すんだったら、壊し終わったタイミングで、はい、さん、最強だろ。あわや、硬直消した炭鉱に対して、即死取れるぜって、ウキウキなハンターに対して、このね、もう、泥棒粘着よ。うん。やっぱ
ぱ泥棒は後ろからついていってもライト当てるだけで、まあ、やっぱハンター足遅くなっちゃうんで、まあ、足遅くはなんないけど、そのやっぱ徒歩で、ね、追うにはやっぱ最近厳しい限界があるんで、盛り投げたい、やばい、スキル封印したい、スキル封印したい、ダメまあちょっと無理だな、あんだけ行かれちゃった。で、こんだけやって、そっち行ったんか。まあ、ここでちょっともう、ライトなくなってきて、やることなくなったら、解読戻りたい気持ちあるけど、また磁石なくなってる。まあまあまあ、十分時間稼いだしょ、これ。心理が上がって、昆虫、これ加工な。はい、出てる。はいはい、30避けていく。ここ上げて、で、まあ、俺救助か、まあ、誰かしらボロあったらボロ救助でもいいけど、そんな寄せる？そんな寄せたらさすがに入っちゃうんじゃない？あー、でも惜しい。ちょっと待って、もうちょい。あ、最悪、ライトなくなった。めっちゃ来るじゃん、これペンチ2だ。はい、まあ、こういうこともできるんで、やっぱフラホは、必須と。うん、いやー、もうちょっとライトね、残量残しておけばもがかせもできたなっていうワンチャンも狙えるのが、まあ、泥棒の強さ。これはしっかりと味方の位置把握して、俺球場ですね。まあボロがなくてもフラホを使ってるからちょっと球場狩り怖いんですけど、さあ 50！ え、めっちゃなんか溜まってね。え、これ存在感マックスじゃないの？絶対違うよね。めっちゃ減るわこれ。あ、ごめん、もうこれが限界。あんまりやるともうフラホないから狩られちゃうから、ここ上げたら勝ちだな。異常も使えなくして、オッケー、これで異常も使えない。これハンターの唯一の引き分け勝ち筋潰しました。今のここ異常使われたらちょっと話変わってきてたからな。で、あとはどんなもんすか。森林のとこは5割ちょいぐらいか、6割ぐらいか。あー、昆虫ちょっと遠いな。こう俺も一緒に球場行くか。はちょっと運ばされたい気持ちもあるけど、あ、オッケー、8割回ってる。これ俺球場でいいな。多分案外警戒してないでしょ。絶対健康状態のサバイバー来ると思ってると思うんで、はいはいはい、無傷しちゃうよ。オッケー、よし、これ回収してるからもうつけていいな。もうスキル使えないタイミングでさっさと走っていきたい。あの、ちょっと時間経ったからあんま微妙になっちゃったかもしれないけど、まあまあいいでしょう。まあっていう感じで、まああれですねまあ泥棒の最強タイムはその味方にずっとついていってスキルを封印しまくる、で、味方にはずっと板先倒しとかグルチェしてもらって、何もないね、トーフハンターにチェイスしてもらうのが、まあ本当に非常に強い、使い方になってきます。で、あと他で言うんだったら、まあ、この試合は近かったら解読やめていったけど、そのあまりにもね、味方の位置が遠かったりとか、その、休場された後にもね、即ダウン取られそうな感じだったら行ったとしても、あんま泥棒することないんで、まあ、結構その、シビアだなっていう距離感だったら、もう無理せず解読回していけば大丈夫だと思う。あーははっちゃった、ミッケーやったー。これみんなに紹介できるかも、泥棒の最強8人間のやつ。これね、泥棒実はね、あの、8人間の時のボイス超可愛いから見てて、これ。ここ使うでしょ。あ、おいせーの高すぎだろ。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。